高木義明選手です。お疲れ様です。開幕戦勝利でした。まずは試合を振り返ってください。いや、まあ前半から自分たちのサッカーがよくできてたと思うし、まあ、切り替えも早くみんなで連動して声かけ合ってうまくいった試合だなと思います。今日の試合、高木選手トップ下での出場でした。何をこう意識してプレーしてました？やっぱりこう得点に絡むっていうアシストだったりとか、まあ、得点ゴール自分で取ったりっていうところを意識したんですけど、まあ、どっちも達成はできなかったので、また次に向けて準備したいです。チームとしては前半の結構早い時間からボールを持てて、そのまままあほぼほぼ90分いけたんじゃないかなというふうに見えたんですが、どう感じますか？まあ、札幌があんまりこう守備を前線からしてこなかったんで、まあ、持てる時間が増えたのと、やっぱりこう一人一人の立ち位置とかが良かったなと思います。攻撃ではドグラス選手ワントップでしたけれども、まあ、そのドグラス選手含めて、杉本選手、澤井選手ともいい距離感ですごいプレーできてたんじゃないかなと思います。まあ、とにかくみんなが孤立しないように、まあ、中央に自分が多く顔を出そうと思ったので、まあ、うまくいっています。まだ開幕戦の1試合ですが、この先まだ41試合あります。この開幕戦の勝利をつなげていくために、次の試合、この大事な部分でどこになるんでしょう？まあ、より多くの点数を取ることだと思いますし、まあ、今のいい流れを崩さないということが一番大事だと思います。最後に次の試合以降に向けてサポーターにメッセージをお願いします。開幕戦応援ありがとうございました。まだまだでもシーズンは長く続いていくので、1年間通して全力でプレーするので応援よろしくお願いします。ありがとうございます。